おはようございます。ちょっと寝起きな感じで申し訳ない。今日また練習試合が1個ありますので、それに向けてのお話をしていこうかなと思います。対戦相手も1個下のカテゴリープリフレンテのチームで、でまたセコビアのチームなんだけど、メディカルチェックの方が病院に行かないといけないので、協会が診断してるそこに行かなきゃいけないので、早めに今日はセコビアの方に行って、でスケジュール感になります。まあ基本的には30分しか出ない、しかも後半の30分しか出ないとは話されてるので、そのつもりです。先週ね、2試合やって1週間で2試合90分間2回出て、まあ、結構体的にも、しんどい部分はあるんだけど、あるから、まあ、それを考慮されたのかなとは思うけど、まあ、やるからにはしっかりねやりたいと思うし、でどこでボジョン出てもっていう話もあるんだけど、結構監督はもしかしたらイメージ的には、結構前目インテリオールのところで使おうとしてる感じはね僕は感じるので、じゃあそこでしっかりと僕の長所というかそこをアピールして、アピールというかしっかりと、守備のところでアグレッシブに行ってボールを奪って、そこから攻撃展開していく、っていうことをもうちょい意識、もっと意識してそれをマックスで表現できるようにしたいなと思いますし、一応カテゴリー的にも格下にはなるから絶対に勝たなきゃいけないし、その中でプレーを選んでいかなきゃいけないと思うから、まあ、しっかりとよく相手の状況を見て自分の立ち位置を見てしっかりとポジション取りも含めてプレーしていきたいなと思います。しっかりといいモチベーションではあるし、まあ、体の方はしんどいところはあるけど、まあ、それも言い訳ななんただの言い訳なので、しっかり乗り越えられるように、今日も一日頑張っていきたいと思います。そんな感じで今日の一言に行きたいと思います。ではまた。